はい、皆さんこんにちは。またマリーゴールドを収穫しなきゃいけないけど、その前に、じゃがいも売ってます。じゃがいもこのね、ほらこれ穴あけ器で、すごい土が硬いところに穴あけ器で穴を開け、掘って植えたんですよね。で、周りの土すごい硬くて、なので穴あけ器で開けた穴の中だけに芋ができているという不思議な現象が、これでも掘りやすいような気もするけど、でも深い、ちょっと待ってね、ほらいくつかある、ほら同じところにね重なり合って、硬いんだよね、土が硬くて掘り起こせないんですよね。ここにあるんだけど出てこない。まだ掘らないとダメか。ちょっとね、こっちには何もない。出た、あー出た、それなりのやつが2、3、まだある。もう1個ちっちゃかった、いやちっちゃかった、あまだある。待って、ちょっと縦穴掘ってボコって入れただけだから、この穴の中に縦に芋ができてて、結構掘るのは偉いですね。大変ですね。なんかちっちゃいのばっかり、ちっちゃいね。まあちっちゃいの好きだからいいんですけど、なんかもう終わりかな。あった、こんなぐらいかな。なんか植えるのがすごく遅かったんで、これで終わりかな。あ、まだあった、掘ると出るな。あ、まだある。下のまだあるな。あ、まだ何個もあるよ。あ、でもちっちゃい、ここにある。これね、こうモグラが出たりして結構食べられたのかなと思ってたけど、ありますね。あ、でも掘るのが大変すぎて、これやっぱり普通に植えた方が掘るとき楽かもしれない。うく、あ、ちっとちっちゃいかな。これで全部かな。ほんとちっちゃいです。こんなもんかな。こんな深いところにじゃがいもが、でも美味しそう、すごく。帰ったらどうしようかな、ポテトサラダかポテトフライでもいいかな。はあ、暑い。今日は30度超えです。熱中症注意報が出ていますけど、負けずに頑張りたいと思います。ね、ちょっと雨が降りそう感じでもあるけど、まあいい天気です。綺麗だね。マリーゴールドが花盛りです。この間全部撮ったけどね、どんぐらいかな。10日ぐらい経ったかな。またいっぱいになりました。これを積んでいきます。ちょっと入れ物忘れちゃったから帽子の中に積んでます。もうね、すごい綺麗な色でしょう。もう目がチカチカしてくる。さて、もう一頑張り。